Ride the shovel head. 始まりました。はい、今日もよろしくお願いします。ちょっとこの場所からは久しぶりの映像。まあ誰だね、ニューオーダーチョッパーショーをご来場くださいまして、お声掛けいただきましてありがとうございました。とってもなんか良かったですね、うんうん、元気もらいましたよ、うん、すごく久々に会った人もいるし、初めて会った人もね、もちろんいるんですけど、うん、なんかいつも見てますとかっていう声かけてもらったり、うん、どうして見てくれてるんですかとか、どういうところを興味引くんですかって聞いたんだよね、うん、逆に、うん、何がいいと思われてるんですかみたいな、なんだと思う。やっぱ整備とかさ、そういうメンテを詳しく教えてくれてるっていうんじゃない。そうだよ、ね、まあまあそういう感じの、どう延長線上なのかもだけど、なんかこう走りますよねみたいな。ああそう、うん、うん、走るっていう、まあみんな走るんだろうけど、うん、走るっていうところにこう特化してるっていうか、うん、こう重点を置いてるとか、うん、そういう風に感じますみたいなこと言われてさ、うんうんうん、で、あのこんちゃんさんはいないんですか、あ今向かってますバイクで自走で来てます、うん、東京、まあ、横浜からね、うん、横浜から神戸まで、うん、大阪の先まで、うん、そしたらさ、まあ、驚く方がやっぱ多かったりとかしてさ、うんうん、昨日もなんか突然来た人がさ、うん、全国回りたいとか言ってさ、そういうのはできないんですよねとかって、うん、何言ってんのかなと思ってさ、うん、バイクだからね、うん、どんなバイクであれきっちりとしてれば走れるんじゃないんですかって言ってさ、うん、その人はなんか新しい新車を買ったとかなんか言ってたけど、怖くて古いのを買うのなんていうこととか聞いてさ、別に新しくても古くても修理とか調整とか整備っていう範疇とかさ、ちゃんとしてればさ、うん、どこまででもいけんじゃないかなと思うけどね、うん、ただ無知なのはダメだよ、何でも人のせいにするのは。そうだって、ナックルだったらさ、ナックルとかパンだったらさ、プライマリーチェーンにオイル吹いていくから、うん、垂らしていくからさ、オイルが減る仕組みになってるわけで、それを知らないでオイルが空になっちゃいましたとかってさ、そんなのって思うじゃん、うん、実際あるからね、うんうん、だからっつってあのインジェクション、うん、電子燃料噴射装置にっていうのはなんか極論な気もするしさ、うん、だってだよ、うん、それただ新しいからメカニズムが新しいからあのほったらかしても大丈夫だけど、バッテリーのケアをさ、うん、すごいしなきゃいけないのよ、うんうんうん、それ聞くね、ね、うん、でも新しいあのインジェクションのねスポーツ乗ってたけど、バッテリーのケアを、そう、なんていうのか、つなぎっぱなしでさ、うん、常に満充電の状態にしておくとかさ、今車もそうだしね、うん、新しい車も、うん、すぐ上がっちゃうしね、そう、半電流っていうのがあるみたいな、1ヶ月乗らなかっただけで上がってた時あったもんね、バッテリーがちょっともう弱ってたけど、それぞれさ、ナックルだったら1000キロで1クォート入れるなんていうのは正常の範囲なんで、ね、それはまあね、知ってれば当たり前だしね。で、その何、新型のやつだってさ、そういうことじゃん、知らなかったらさ、うん、なんだよってなるよな、かかんねえとかさ、なっちゃうわけ、うん、だからまあ、話戻るけどさ、それぞれあると思うんだけど、うん、まあやっぱりその走るっていう感じが強いっていうところに惹かれるみたいなこと言われた人がいてさ、うんうん、なんか昔レースやってたとかって言ったかな、うん、だからそういう人から見るとなんかそういうのやっぱ感じるんだよね、うん、あ
調子よく走ったよ、まあ、電気系でね、最終目的地は自力で到達しなかったけど、うん、ただまあそれは仕方はないとかさ、予期できないことだね、うん、電気はね、うん、まあ、あとはね、なんかイベントでね、声かけてもらったのは、俺直接じゃないんだけど、母ちゃんがなんか、みんなストローカー、ストローカーって言ってたよって、うん、まあね、ちょっと印象操作的なところもあるけど、ね、いやいや、そんなことないでしょ。ストローカーはだってずっと作ってるし、オーダー受けてるし、いや、ずっとやってるわね。実際多いのは多いと思うんだけどさ、うん、話としてはよく出てくるからさ、うん、まあ、そういう印象はあるだろうなとは思うけど、まあ、あとキック、うん、キックスタートがどうなんだこうなんだみたいな話とかもよくもらうね、うんうんうん、1200、1340のキックは別に誰でもできんじゃないかなと思うけどね。大変に見えるのは、まあ、あのそのストロークアップしたエンジン、うん、排気量拡大したエンジンの時に、うん、やっぱりキックが重くなるんですよ、うん、それをどうこう扱うかっていうところで、ノーマルの排気量のキックなんか別に誰でもじゃないかなと思うんだけどな、うん、だからそんなに心配しなくていいんじゃないかなと思いますけどね、うん、慣れが大きい。この間のね、動画でも話してたけど、慣れだよね、やっぱりね。最初は重いなとかさ感じると思う。コツ、扱い方、うん、そういうのが染みつくまで反復するっていうか、うんうん、だからなんか体力いるのはそれを繰り返しやるとか、気持ちが折れないで蹴るとか、そういうところに体力がガッツがいると思うんだけど、でその女性でも、ノーマルの排気量だったら普通にかけると思うんで、まあその最初に言ったテクニック、慣れ、コツ、そういうのが身につけばね、うんうん、そういうの何も前知識なくやってみてって言ったら、うん、ね、どういうふうにやっていいか分かんないと思うんで、うん、男性も女性も関係なく手こずっちゃうと思うんですけど、うん、そのあたりがやっぱり数じゃないかな、うん、数こなすと、そんなにほど大変ですかって、うん、思うけどね、うん、あとは古いエンジン、ショベルとは別に言わないけど、うん、古いエンジン、うん、全般に言えるのはやっぱり振動が全く違うんで、エンジンのフィーリングが、うん、新しいやつとは比較にならないですよ。だから新しいやつと比較してどうのこうのって言ってるのは、うん、僕はなんか、まあ、同じ会社のエンジンだけど、同じ会社のバイクだけど乗り味が全然違うんで、うん、空冷2気筒で OHV でっていうところはもちろん一緒だけど、その振動が全く違うんで、うん、滑らかなんですよね、うん、滑らかで振動が少ないっていうのが古いエンジンの特徴なんで、そこが一番なんじゃないかな。つまりこう心地いい、気持ちいい、うん、だからそのあたりは乗ってるととっても気持ちいいですけどね、うんうん、気持ちの先にやっぱ物足りないっていうのがあって、まあ、この辺に66年のなんかやつ出してもらってさ、ストローカーのさやつと比較すればさ、加速感も違うし、振動がめちゃめちゃ滑らかに伝わると思うんだけど、乗ったらそれは本当に違うんで、で1200、1340で生かすんだったらやっぱり軽くしていけば、よりそのエンジンを持つ良さっていうのが引き出せると思うんで、決してパワフルじゃないけど、非力かって言ったらそうでもないと思うんで、バイクが重すぎるだけで、新しいやつの比較でさ言うならさ、新しいやつはもう電気仕掛けで各センサーとかワイヤーハーネスとかが多いから削りようがないっていうの、うん、でバッテリーもでかくならないとさ、その電圧が安定してないといけないから削れないんで重さを、うん、
で310キロとかあたりが標準の重さになっちゃうじゃん、うん、で古いやつで言えば FLH がそれぐらいだ。